選挙の前にはジャパンチョイス。いくつかの質問に答えるだけで、あなたの考えに近い政党がすぐわかる投票ナビ。他にも候補者情報や政策比較など選挙コンテンツ盛りだくさん。投票前には見るしかない。政治を見えるか、どう見えるかのベビロンです。つむぎです。よろしくお願いします。お願いします。今回の動画は夫婦別氏制度について詳しく解説。見えるかチャンネル。はい、ということで今回取り扱っていく夫婦別氏制度についてなんですけど、まあこれ他の言い方もありますよね。夫婦別姓とかのよく耳にする気がしますね。そうですよね。まあこの夫婦別氏制、夫婦別姓制について今このね、夫と妻でこのまあ別のね姓を名乗る結婚後に、うん、この選択的夫婦別氏制って言うんですけど、これの導入についてね結構国会でも活発にね議論されてますよね。そうですね。これについて今回皆さんにご紹介していきたいと思います。さあ行くぞ。はい、ではまずなぜこの選択的夫婦別氏制の導入の可否が議論になっているのか見ていきましょう。まず、ね、現在の民法ではですね、結婚の際、はい、男性女性のいずれかの一方が必ず氏を改めなければいけない、まあ、つまりこの、僕と紬が結婚した場合は、まあ、どちらかのね名字人が合わせなければいけないということになっています。で現実にはですね、女性の方が結婚した、男性の方の、氏を選ぶことが圧倒的に多いです。しかしですね、女性の社会進出が目指されるこの時代になって、この氏を改めることによって社会的な不便、不利益を被る人がいることが問題になっています。じゃあその社会的な、さっき言ってはったあの不便とか不利益ってどんなものがあるんですか？うんうんうん、そうですね、例えばで言うと、まあ、結婚さえして氏を変えることによって本人の同一性が確認できなくなり、職業生活上不利益を被るといった事態があります。まあ、例えばですね、まあ彼女がですね、紬が社長としてこれまで仕事をしてきたとするじゃないですか。そしたら結婚後も紬社長、まあまあその名字あれですけど、あのこれまでの名字の社長で呼ばれてきたのに結婚して名前が変わったら、うん、なんか人が変わったように感じません？確かに確かに、うんうんうん、でもなんか仕事上は自分の昔のままの名字で生きたいけれども、結婚したから戸籍上は名字が変わっているという状態が生まれてしまうのがすごい不利益が生じているというような感じ。どうですか、自分がもしそうなったら。そうです、確かにその今まで頑張ってきたのが、まあ、リセットされるわけじゃないですけどね、それこそ、うんうんうん、なんかちょっと変わってしまうのかっていう寂しい思いはありますね。うんうんうん、これ以外にもですね、例えばそのよくある問題だと、その2人とも一人っ子だとするじゃないですか、うんうんうん、そしたらあのどっちの姓を名乗るのかっていうね、お互い姓を変えたくないと、うん、その両親からの姓を変えたくないといった問題とかあることがありますよね。ああ、確かにね、その家の名前を継がなければならないみたいな問題とかって結構ありますもんね。うんうん、そうですよね、特に地方では結構大きい問題ですよね。でこのこういった問題がですね解決するためには、この選択的夫婦別氏制を導入し、夫婦間で氏を統一するのかどうか自由に選択できるようにすべきではないかというのがね、この選択的夫婦別氏制の議論なんですね。なんか自由にその氏を選べるみたいなものになった、結構いいとこが多いのかなって思ったりもするんですけど。そうですよね、なんか問題がないように感じますよね。はい、反対派の意見ってどんなものになるんですか？これね、反対派の意見としては、夫婦別氏、夫婦別姓受け入れることで日本の伝統的な、ね、家族の絆が失われるのではないかといったようなその考え方であったりとか、その旧姓の、通称使用の拡大を目指すべきではないか、だから、まあ、戸籍自体の名前はどちらかに変えて、その通称ですね、その仕事上使ってる名前とかをそのもうちょっと、拡大して使えるようにしていくべきではないかといったその反対派の意見もありますよね。なるほどなるほど。まあそのね、夫婦で氏を統一する国って、まあ、珍しいとも言われてます。その日本の伝統を表した制度なのかもしれないですね。そうですね、だからまあ特にこれが対戦されてる方がおられるっていうことですよね。うんうんうん、これさらなる問題点としてはですね、まあ、特にこの氏を並行する対象がやはり圧倒的に女性が多いわけじゃないですか。そうですね、この男がですね、男女の実質的不平等につながっており、憲法24条のですね、家族生活における個人の尊厳や両性の平等に反するのではないかと、そもそも現在の法律が憲法違反なのじゃないかっていうの意見もあるんですよね。でもこれって実際に裁判とかって問題にならないんですか？そうですよね、まあ、憲法に法律が違反してるってなったら普通裁判になりますから、うんうん、でもですねこれ実際、過去に争われたことがあるんですけども、当時の判決ではですね、文言上結婚するということの直接の制約を定めた、ものではないこの憲法24条はっていうふうに言われてるので、まあ、合憲とされてるんですね。まあ、ですけれどもですね、この合憲とされていても実際結婚に際してこの姓氏を変更するということを避けるためにですね、実質婚を望むカップルがいる。そうです、実際にまあ2人で共同生活しているけれども、うんうん、籍を入れないっていうようなね、この事実婚の、はいはいはい、カップルやですね、晩婚化
の相関がある、その氏が変わることを躊躇して結婚しないっていうような部分があるのではないかというの考え方もあるので、実質的に不平等であるというふうに言えるのではというのは意見がありますよね。なるほど、確かにそうですね、うん、なんかさっきその夫婦で氏を合わすみたいなものが結構日本古来の文化っていうふうにおっしゃってたと思うんですけど、それって結構いつ頃からその法律に明文化されたんですか？そうですね、この夫婦同時制というのは戦前のですね、明治31年の旧民法で制定されたものですね。なんか結構非常に昔にできた法律ですよね。結構昔ですね。だから、まあ、この夫婦別姓にですね、賛成の人たちが主張する日本の伝統の家族の在り方を守っていくと、そのためにはこの夫婦でね、氏を統一させることが必要だっていう意見も、まあ、一部、納得できる部分でもありますよね。でもやっぱあれですよね、夫婦関係の在り方って結構やっぱ変わってきてるんで、この法律を残すべきなのかっていうのは審議する必要があるんかなと思ったりもしますね。そうですよね、やはりその古い法律だからといって、やっぱそれを全てね、残していくことっていうのがやっぱり正しいことではないというような意見も多くありますよね、やはりその婚姻関係でありますとか、女性の社会進出とか、その法律が制定された時ってやはり社会情勢であるとか環境が変わっていると、だからそれに合わせてアップデートしていくべきだっていうような意見もありますし、まあ、もちろんそれは必要ないと、この夫婦同時性っていうのを守っていくことでも十分今の環境にも対応できるっていうのは両者の意見がね、ありますよね。つむぎさん的には今回の問題について、まあ、女性として結構このね、夫婦別姓制っていうのに関しては、その女性の方からの要望が非常に強いものであるというふうな、まあ、部分はあると思うんですけども、当事者としてどういうふうに思いますか？そうですね、やっぱりその夫側の名字に合わすっていうのは、なんかこう女性がその家に入るみたいなイメージ、その日本古来のイメージがあるので、まあ、やっぱりその今の時代にはそぐわないんじゃないかなと思ったりもするんで、私はやっぱこう選べた方がいいのかなとは思いますね。逆にそれがその表裏一体というか、その家に入るっていうのが日本の古来の家族観だっていうので、確かにこれを尊重されてる方もいるということですよね。難しいですね。はいはい、ということで今回はですね、選択的夫婦別氏制について賛成派の意見、反対派の意見両方ご紹介して、皆さんに話題についてご提供しました。はい、ということで皆さんもこの件に関して、まあ、自分の意見を持った上でぜひコメント欄でどう考えるのかについて教えてください。そうですね、この問題は女性の問題というふうに捉えられがちですけど、もちろんね、婿養子というか奥さんのせいにする夫もいるわけで、その男女がね、両方とも等しく考えていかなければいけない問題だと思うので、ぜひ皆さんもね、自分事として考えていてもらえたらなというふうに思います。はい、ということで本日の動画は以上であります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。本日もご視聴ありがとうございました。おすすめの動画はこちら、新しい動画はこちらです。次の動画もぜひ見てね。バイバイ。